はい、今回のスタート地点はですね、JR 枕崎線のちょうどほら、高架橋の下。で、こっちこう左に行くとですね、谷山駅のロータリーっていうんですかね。今日はですね、心当たりをですね、歩き取りをしています。こういう風景ですよ。今は、今撮っとかんと、この、何ですかね、ここにいろんなものが建造物が立ち始めた時ですね、前は池になっちゃった時って風になりますからね。そのための記録でもあります。はい。こっからギーって行って、あれですね。駅。はい、アングル変えます。私の動画でですよ、ドライブ動画の、結構、多いのが、こっからですね、ぐーっと回ってですよ。こう、そうそう、こう来るのが結構多いですもんね。そういう思い出してですね、あそこからこう、まあ、100メーターはないのかもしれないけど、歩いてきましたよ。はい、ここまで、最初の頃はですね、このほら、ちょっと電柱が邪魔になるけ。ちょっと待ってくださいよ。はい。最初の頃のね、動画にはね、このビルもなかったと思いますよ。ねえ。見らん間にですね、公園なんですからね。はい、さっき、ついさっき、はい、歩いてきたところですね。はい、これからこう行くでしょう。これが今見上げたビルですね。あれですよ。谷山駅の方にですね、ずーっと歩いていきます。あ、昔の人はですね、タンニャマって言ってましたよ。ニャマ。ニ、ヤ。ニャマニャマ。ニャマニャマ、あれは生首か。タンニャマ。タンニャマじゃなくてですね。タンニャマ駅地。やけんとけいってよ、うち。おいや、おや、タンニャマ。だけど今の人たちは言わないんでしょうね。はい。ここからのアングルを見てみましょうか。このね、なんでこんなアングルにしたかというとですね、このほら、支柱があるでしょ。これ越しにね、撮る映像はね、結構ね、なんですかね、私的には面白いんですよ。はい。こうですね。ここですね。ちゃんとほら、まあ、鹿児島がようわからない人のためにですよ。ここにこういう、お知らせ用の、あれがありますね。あ、バスが来て。私は乗りませんよ、ジャンボですね。はい。ほんで、ここが、わかりますかね。20分以内はね、無料だけど、1時間100円。普通ですね。12回3台500円。駐車場代。ああ、JR が来た。JR が来ましたね。ちょっとね、あれしましょうかね。ズーム。いかんけ、ズーム。はい、いかんな。なんでっけ。あ、まあいいですね。アングルを変えます。ここね、看板がちょっと見えないけど、あ、下の方に見えますね。川島病院。昔からある病院ですけど、場所が、変わりましたもんね。だから、ここあたりに昔、住んでたり、ここあたりをよく利用してた人は、まあ、ここあたり全然わからんって言いますからね。わからないと思いますよ。あ、JR が出ていきますね。
見送りましょうね、JR をね。ありがたいですよ、こういうね、動画の中に動くものがあるとですね。はい、アングルを変えます。はい、今私がいるところはですね、あれ JR 谷山駅なんですけどもね、ここほらやっぱりね、花壇がこういう色のついた花々があるといいですね。バーベナっていうらしいですよ、今のは。あ、言ってきますけど、今日はこの、駅内には入りませんよ。この周囲をね、歩くだけ。だけど、こっちの方が面白い。前、駅の中をこう歩いたことありますけれども、あんまりね、興味を示す人はいなかったみたいです。駅の中はですね、案外こういうところがいいんじゃないですかね。はい、さっき、別動画で言ったんだけど、ここがあれですね。駐車場、ですね、の値段で料金。ですね、知らん間に太か声を出してしまうんですよ。あれにほら、ドライブ動画の時はもう車の中で結構大きな声出してるんですよ。なもんだからもうこう、歩き動画もですよ。ついつい、声をね、マイクですか？マイクはね、喉元に、襟元ですね。似合ってるんだけど、ついやっぱほら、皆さんに、雑音よりも自分の声の方が少しでも大きい方がいいんじゃないかなと言われからね、大きな声を出してるみたいですよ。さっき、おなごが3人おやったでしょ。あの人は、何やろか、このおじさんな。重たいな、ふやったですよ。はい。ちょっとワンカット撮りしてみましょうかね。あれ、カット撮りじゃなくてですよ。はい、ワンカット通りだけど、あれは振りますよ、カメラは。トゥートゥルル、トゥートゥルル。ここはね、こう駐輪場。自転車用の駐車場ですね。向こうに抜けが出くっとけ。あ、抜けられますね。はい。結構あれですね、何ですか、私なんかの頃は、サドルの下の、あれはまっすぐ伸びてたけど、曲線になってんですね。いけんすかい。一旦こっち行ってみましょうかね。あれですよ、ほら、この土下座、ここ、こう言われ。私なんかほら、まっすぐやったような気がしたけど。ほんで、あ、そうそうそう、これですよ、これ。昔はここが見えますけど、まっすぐやったけど、今はこうなってますよね。この方がやっぱりあれでしょうね。とっさの時にこう、足をパッてこうついたりできるんでしょうね。私なんかですよ、足が短いのにわざと蔵を高くしてですよ、乗ってたら、なんけ、ガチャンチぶつかったりして、こう、足が外れるわけですよね。そしたらですね、痛い思いをするわけですよ。もうちょっと進みましょうかね。いや、なんでかっていうとですね、後ろに通り過ぎたビルをね、見上げてみたいんですよ。この辺からかな。見上げますよ。はい、見上げ。こんな感じですかね。いつの間にかできてました、これ。はい、アングル変えます。はい、これはね、さっき通ってきたの、ほら、ロータリー部分。今 JR が
着いたんですね。ほんでそれを出迎えに来てた、あの、あれなんか、車なんかが出ていくみたいですけどね。ここはまだいいんですね。立ち入り禁止のとこには行きませんからね。はいはいはい、本当工事真っ盛りって感じですね。あ、ここはもうあれだ、あの行き止まり。はい、もう一回 見上げますよ。はい、こんな感じですね。はい、アングル変えます。はい、ここがですね、長田川のから20メーターぐらいのところですね。で、今あの工事自体は行われてないけど、今ずっと何かがこうできるところでしょうね。はい、あ、ま、前に見るところがあれですよ、谷山駅、谷山ステーション。あ、そうだ、この動画内で言っとこう。もしですね、歩き取りをこうしようと考えている人はですね、これをやっちゃいけないシリーズ、何かというとですね、今日気づいたんだけど、こういう履物は、こういう履物は履かん方がいいです。これ、470円やったんですけどね、なんでかというとですね、ほら、穴が開いてるでしょ、ここに。そうするとですね、小石がね、小石が入ってくるんですよ。おいでね、痛いですよ。ですからね、普通のね、スニーカーの方がいいんじゃないですかね。トゥートゥルルチ、トゥートゥルルチ。いやー、面白いな、しかし。考えないで、いや、考えてみると、歩き取りのために、歩き取りは面白い、面白いちって、ほんで、一時は歩き取りをせんくなりますもんね。もともとがですね、冬頃って言いますよ、鹿児島。出不精。あんまりその外に出たがらないっていう。あれですよ。あんまりね、本当はあんまり、出ません、私は。かといって、引きこもりじゃないんですよ。引きこもりじゃないんだけど、あんま、繁華街とかほら、それに、グルメでもないですからね。まあ、この二つだけでも、私がなぜこう、なんでこう、情報不足なのかっていうのはわかるでしょう。もうそうなんですよ。ほんで、何ですかね、芸能人に興味を抱かない。もう、だけどですね、そういう、まあ、こう、鹿児島の、まあ、案内人っていうつもりはなかったんだけども、結果として、こう、いろいろ鹿児島のことを、こう、紹介してるんですけど、まあ、今日のこれも含めてね、そういうところはね、リスナーの人なんかがですね、ちゃんとね、フォローしてくださるんですよ。で、こういう芸能人がいて、あなたは、要するに私ですよね、お任せさんは知らんかもしれんけども、お、ちょっと待ってくれよ。ほら、あ、もう花を割ってますね。なんか多分、これは、これか。これ花だったと思いますけどもね。はい、話を続けますね。お任せさんは知らないかもしれないけど、芸能人の、なんて母校、そういうのも取り入れた方がいいんじゃないですか、そういうのを知りたい方もいらっしゃるんじゃないですかっていうのをね、優しいいや、言葉じゃないですよ、テロップ、コメントという形でね、くださるんですよ。もうありがたいですからね。はい、いけんですか、センチュリーハウス1000万円からね。
別にここのセンチュリーハウスとは何のあれはないんですけれどもね、ついつい思わせる人になりますね。ほんでですね、今思い出したけど、ここにほら、ちょっと見上げますからね、ここも宣伝するつもりはないんですよ。スバルってありますけど、昔はここあたりに蕎麦屋さん、重吉蕎麦やったっけ、確かだったと思う。あれがあったですもんね。頼まれてですね、何回かここに年越しの、蕎麦を買いに来たことがありましたからね。ということでですよ、ちょっと今のこの録画時間を見たらですね、もうちょっと10分超えてるんですよ。途中だからちょっとカットすれば10分ぐらいになるのかな。あ、でも、あ、そこまで行きましょう。こん前ね、動画でね、なんで黙ったかがありますよね。今とマッチやった女の子が、何やろか、おじさまっていうような感じだったですかね。はい、ここからでもいいですね。そこにほら、柳まんじゅうって見えますでしょ。これね、結構ここあたりではですね、有名なんですよ。だから学生さんなんかで、学校帰りにここで柳まんじゅうを買って帰った方もいらっしゃるんじゃないですかね。ほんで、ここからこう来て、ここがですよ、今はなき昔の丹沼駅やったはずですよ。ちょうど今の高架橋跡が、下が、なんか石碑かなんか残っちゃうんですかね。はい。ということでですね、今回の動画はここでお開きになります。ありがとうございました。